マルメ MFI-9 Jr. マルメ MFI-9 Jr. は、1960年代に、スウェーデンで生産された、軽飛行機である。ビョルン・アンドレアソンにより BA-7 として、設計され、1958年10月10日に彼、自身の手で、試作機が初飛行した。アンドレアソンは、この最初の航空機を、アメリカのコンベア社で働いていた時の余暇に作り上げた。この機は、 5 6ットを発生するクーレコンチネンタル A-75 エンジンで2枚輪の可変ピッチプロペラを駆動した。1960年にアンドレアソンはスウェーデンに帰り、丸目フリグインダストリ社で働き始めた。そこで彼は BA-7 の改良モデルを設計し、これが丸目 MFI-9 ジュニアとして生産に入った。 BA-7 からの変更点は、拡大された、操縦席と、エンジンが 75kW を発生する、空冷水平対向4気筒のコンチネンタル O-200A エンジンに換装されたことであった。1963年に、MFI-9B トレーナーと、MFI-9B ミリトレーナーが追加された。MFI-9 のバリエーションの一つでなお、広めたのは、 ミニコイン機であった。これは MFI-9B ミリトレーナーを改造し、武装したもので、ナイジェリア内戦ではビアフラ側の飛行隊として飛んだ。この飛行隊はカールグスタフ・ホンローゼンにより創設された。彼は限定された規模の武力衝突においては、ごく少数の最小限度の武装を施した小型機でも、敵に強力な打撃を与えられることを立証してみせた。 どのような場合でも、軽飛行機は、このような武力衝突では、典型的な悪条件下での運用には、より適した機材である。フォンローゼンは、MFI-9 の運用練習機モデルのことを熟知しており、この機が、よくかのハードポイントに、かなりの重量の武装を吊り下げることができるほど、頑強であることを知っていた。もともと、MFI-9B は、 スウェーデン空軍に採用されることを目論んで製造されたが、販売は失敗に終わり、それらの機体は安価に入手することが可能になっていた。改装後に、それらの機体は戦争機関を通じて広範囲な用途に使用された。ありがとうございます。